ハイダーやサイレンサーなどを装着している場合は外しておきます。サイドレールを装着している場合は外しておきます。ネジを取り付ける際は対角の順になるように締めてください。丸ナットはアドバンストグリップの凹凸に合うように設置してください。ネジの緩み防止のためネジロックを少量塗布しておきます。アドバンストグリップがきれいに閉じているか確認してネジを締めていきます。角ネジは7から8割ほどで仮締めしてください。取り付けに問題がなければネジを本締めします。ネジは対角の順で少しずつ締めてください。ほどで仮締めしてください。サイドレールの取り付け位置に問題がなければネジを本締めします。片方が終わったらもう片方も同じ手順で取り付けます。0と本体を装着して取り付け位置を確認します。ネジの緩み防止のためネジロックを少量塗布しておきます。角ネジは7から8割ほどで仮締めしてください。取り付け位置を調整し、問題がなければネジを本締めします。本体との位置を調整しながら角ネジを少しずつ締めてください。ご視聴ありがとうございます。新商品やパーツ組み込み動画はこちら。And if you guys are looking for cool gameplay and entertainment content, don't forget to check out our international channel right here. Don't forget to subscribe. Yay!